個人タイプ流しますか。止まんなくていいよーい。ホテル取ってこようか。よろしく。あ、ホテル孫ちゃん行ったんじゃねえの。見えないからわかんない。あ、まこちゃんエコに行ってるわ。エコ取ります。よろしく。え、サケル取りますね。エキスキッチ。大丈夫。私足早いから大丈夫よ。うん、聞こえてないっすね。じゃ、まこちゃんだいか。あ、いた。どっち？あれブラボーか。ブラボー。ホテル私取るからね。ブラボー。ブラ。じゃあ今日からコンバスベラボーというからね。ベラボー。ベラボー。あ、いた。スナイパーがいるね。あれスナイパーでしたか。スナイパーがね、赤さん。デルタの色変わってます。あ、デルタにいます。あ、デルタにいるね。デルタにいるね。撃ってきた撃ってきた。うん、まあじゃあマコちゃん足壊さないように遠巻きに。あ、違う。直接なんだ、ね。打たれてる。ダイレクトだね。コンバスブラボーの脇から岩陰に隠れてる。もう見えた見えた。あっ、来た来てる。一度トンネルなんですけども。うん。あれコックピット丸見えじゃねえの。あは。直射キャノンが、デルタのところにね。いますね。逃げてる。ピットしたら逃げたよ。あれ一番上に乗ってるのコックピットでしょ。ちゃんとシャトル鏡来た。ちゃんとシャトル鏡がね、影に隠れてるね。デルタのところ。私みたいにパチモンじゃない鳥がいるね。どっかに隠れておきたいなぁ。あとね、ちょうどね、赤さんとデルタの間にね、一機鳥鏡が隠れてる。はい。ブラボーとチャーリーの間にいるの、あれはスナイパーだっけ？ああ、そこにいるのか。一機鳥鏡、赤さんからなんかして逃げてる。うちの本陣に来てるわ。南から回ってきた。今本陣に来てる。今味方本陣2の南側に来ている。赤さんにいるヘビガンがちょっと鬱陶しいな。敵裏回り組が、インディア5。キャノンが私の来てるよ。インディア5から思わなく、インディア6。うん、今村さん間に合いそうだな。で、潜って孤立してるから、なんとかして。逃げるなり、逃げるなり。結構元気。本陣の方にヘビガンが。じゃあ味方。変な方向から飛んできたぞ。敵裏回り組逃げたな。逃げた。見たくだな。今ジュリエット4ですね。ビービーはしながら戻ってる。ちょっと待て。青子にも行っていない？青子にいる。青4と、青子と赤3。
敵逃げました。逃げた。逃げたというか、一人で大変なんだが。うん。あ、もう武器全部飛んだから何もできない。はい。こっちのね、直射はね、もうそろそろ。黄色の方から来るんじゃないかな、うん、来るね、一気に裏回り、まだ裏回りは帰った、もう完全に帰りましたか、うん、で今コンバスコックスから回ってくるのがいるから、うん、黄色の人上そいつを2機がかりで、まこっちゃん、やってくれたかもしかすると敵が自滅かもしれん、一気に来ましたから後ろから、うん、あいつに当たった瞬間やったからなるほど。はい、ご苦労さん。結局誰でした？結局。いえ、直射キャノンもいましたよ。いた。いろいろいた。それで、どっちのとどめかわかります。うん。点数が多ければうちら、少なければ敵。あ、大変よくできましたって感じ。この勝利の余韻を味わいながら布団に入ろうかと思います。もう一時回ってるんですよ。それ寝ますよ。え、ここは0時過ぎたら寝なきゃいけません。てか帰ってこねえな。帰ってこないね。おやつなくなったな。てか我々主力の方が完全にまこっちゃんの存在を忘れ去るからね。うん。いい感じで陽動になるんだよね。敵だね。まあこっちは900点だけだもんね。そうや、わかんない。忘れたら、彩りですね。